はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッっです。それでは今回なんですけども、三井住友カードで SBI 証券積立てが開始、お得なキャンペーンや積立て設定方法も解説ということで、今回は三井住友カードのクレカ積立てについてですね、先日動画で講座解説あたりまで解説したので、まあ、それの続きにちょっと近いですね。前回の動画からさらにですね、プラスアルファの情報もありますので、取り組まれる方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回の本題に入る前に、以前ですね、こちらの動画をアップしております。クレカ積み立てで最大4500ポイントもらえますよということで、こちらをアップしてますので、見ていただければと思います。こちらの動画、リンク、概要欄に貼っておきます。で、念のため簡単におさらいをすると、今回ですね、SBI 証券で、ま、6月30日、本日からですね、クレカ積み立てが開始するということでございます。ま、その内容としたらですね、通常、毎月5万円かける0.5%、これを三井住友カード、対象の三井住友カード を使って積み立てると毎月250ポイント貯まりますよとでそれを年間で通すとトータルで3000ポイントもらえるということなんですが今回のこのキャンペーンを使うことで6ヶ月間キャンペーンが開催されるんですけども毎月5万円積み立てて還元率が1.5%還元になりますなので750ポイントそれを半年間6ヶ月間行うことで最大で4500ポイントまでポイントをもらうことができるというのがですね前回の動画でお伝えした内容となりますですけども今回ですねなんとこの内容から さらになんとプラスアルファの情報がですね、本日発表されましたので、そちらも見ていただきたいと思います。 それがこちらなんですけども、三井住友カード SBI 証券新カード開始スタートダッシュキャンペーンということで、カード積み立てで最大3%の V ポイントがプレゼントされると。こちらのキャンペーンの期間は2021年の12月10日までということで、まあ、先ほどおさらいした内容と何が違うのかというところなんですけども、それがここの特典というところになります。まあ、内容を見ていきましょう。投資信託の積み立て額の最大3%分の V ポイントがプレゼントということで、そうなんですよ。 カードによっては還元率がなんと変わるということなんですよね例えばこちらに3%貯まる対象カードということで 三井住友カードプラチナビザマスターであったりとか、よく聞くね、三井住友カードのプラチナプリファードとか、まあこういったものに関してはなんと3%分が貯まるんですよね。なので、ざっくりとした計算にはなるんですけども、毎月上限が5万円と、かけることの0.03はということなんで、毎月1500ポイント分がですね、このカードを持ってる方であれば貯まります。それが6ヶ月間であればかける6になるので、最大で9000ポイントまでもらうことができます。まあですけども、この三井住友カード、 プラチナプリファード、どんなカードかと言いますと、ご覧のようなカードとなっております。こちらの三井住友カード、プラチナプリファードということで、名前もクソかっこいいんですけども、結構渋めないかつめのカードとなってます。ポイント還元率特化型のプラチナカードということで、一時期ちょっと話題になってたんですけども、ま、還元率1%であったりとか、なんと年会費が税込みで3万3000円かかるんですよね。ま、利用されてる方も中にはいらっしゃるかと思うんですけども、もしね、このプラチナプリファードを持ってる方であれば、今お伝えした、この、 SBI のの積み立ての投資で、あれば3%分の還元をもらうことがでできますで他にもですね、ここにも出てるように2、2%貯まる対象カードということで、三井住友カードのゴールドビザマスターカードであったりとか、あとは三井住友カードゴールドビザ、三井住友カードプライムゴールドビザとか、まあそういった、まあいわゆるゴールドカード的なものに関したら2%となります。ちなみにこれが三井住友カードゴールドということで、まあ初年度はね、年間費無料ということなんですけども、通常の年間費であれば税込1万1000円 分かかるのでもしねこういったカードを持っている方であれば2%分のポイントが貯まるということになりますちなみに上限の計算をしたら毎月5万円が上限なのでかけることの0.02は毎月1000円分がポイントとしてもらうレッドかけることの半年間6ヶ月あれば最大で6000ポイントまでもらうことができるということになります で、今回僕はですね、ここに該当するんですけども、1.5%貯まる対象カードということで、上記以外の V ポイントが貯まるカードということなんですけども、僕の場合は、三井住友カードに関したら、普通の三井住友ビザ、そして、最近話題の三井住友ナンバーレス、この2枚を持ってるので、今回は僕はこの三井住友ナンバーレスのカードで、積み立てを実際に行いたいと思います。ちなみにですね、このページの下の方に下がっていただくと、いわゆる締め切り日であったりとか、カード利用予定日とか、ポイント付与日とか、そういった こののももでですすねね細かく出てますのでこちらをぜひ、ね、ご覧になってことで、早速ですね、僕も積み立ての設定やってみたいと思いますので、もしね、SBI 証券の講座を解説されている方はですね、参考にしていただければと思うんですけども、今回はスマートフォンで実際に行ってみました。実際にスマートフォンで SBI 証券にログインすると、ご覧のような画面が出てきます。で、この画面からですね、設定がちょっとできないっぽいので、 まずこの画面から下に下がっていただいて、ここの PC サイト、いわゆる PC 版の SBI 証券の画面を開いていただく必要がございますので、ここをタップします。そしたらですね、PC 版の SBI 証券の画面がずらっと出てきますので、この画面をですね、横にくるっと横向きに変えていただくと、ご覧のような画面に切り替わります。で、ここからですね、まずは右上の取引っていうところですね、タップすると、 取引の画面に切り替わりまして、今度はここの上から2段目のところですね、この部分の投資信託っていうところですね、タップすると投資信託の画面に切り替わるので、今度この3段目のところの投資積立買い付けっていうところがあるので、ここをタップすると積立買い付けの画面が出てきますので、ちょっとですね、画面を下に下がっていただくと、まだ特にね、設定してないので、00円という風になってます。 で、このタイミングで自分が持ってる三井住友カード、対象の三井住友カードを持っている方であれば、ここのクレジットカードを登録を行うので、このクレジットカードというところをタップします。そうすると、クレジットカード決済の設定状況の画面が出てきますので、ここで登録するというところですね、タップしてください。そしたらですね、三井住友カードを登録する画面が出てきますので、ちょっと下に下がっていただきまして、 今度はこの各種記憶を確認するというところがあるので、ここをタップして、そしたらですね、この利用規約の同意するところにチェックを入れることができますので、この順番にチェックを入れてください。そして画面を下に下がっていただくと、取引パスワードを入力する画面が出てきますので、入力して、今度同意して本人確認へっていうところをタップしていきます。そうするとですね、三井住友カードを使っている方であればご存知かと思うんですけども、V p a s s アプリ、V p a s s のですね、ログイン画面が出てきますので、ID とパスワードを入れていただいて、ログインをします。そうすると、今回ですね、登録したい三井住友 三井住カードを選ぶ画面が出てきますので僕は今回ですね作成した三井住友ナンバーレスのマスターカードを登録したいと思いますので選択した上で次へ進むをタップしますそしてここでですねクレジットカード情報を入力するところが出てきますのでご自身が持っている三井住友カードの番号を入力した上で次の画面に進んでくださいちなみにですね三井住友ナンバーレスのカード登録される方はですねカード自体懸命には番号が記載されていませんので VPass アプリからカード番号を確認することができますのでそちらを確認した上で進んで でででででくださいいいいそししたたらバッすすすねここれでクレジットカードのの完了したということうごござざまま準備は万端でございます次にですね、投資信託の、まあ、いわゆる銘柄を選ぶんですが、今回僕はこちらの SBIV S&P500 インデックスファンドというものにですね、積み立てを行いたいと思います。まあ、この銘柄ちょっと気になってたので、僕自身ね、今回はこれに積み立てをしたいと思うんですけども、まあ、いわゆるその S&P500 ってよく聞くと思うんですよ。まあ、ググってみれば色々出てくると思うので、ぜひ調べていただければと思うんですが、米国を代表する企業を 500社の株式にまとめて投資しますということでちなみにこの SBI V シリーズに関したらなんかキャンペーンを行ってるみたいなので7月1日からっぽいですねなんかもし参加される方はこれに参加してみてもいいんじゃないかなと思ってますで今回の内容を踏まえた上でまずはこの積み立て買い付けをですね選択して今度は積み立て設定の画面が出てきますのでこの画面から下に下がっていただきますそしたらですねこの決済方法のところで現金かクレジットカードと選ぶところが出てきますので今回はこのクレジットカードを 選択しますそしたら選択したら若干画面が変わるんですけども今度は積み立て金額が出てきますので金額のところで今回は僕は上限の5万円という風に入力をしますここはもちろんですねご自身も設定する範囲内 使える金額の範囲内でぜひ選択をしてくださいでこれを設定した上で次へをタップしますでいろいろ画面が出てきますので今度同じように確認画面に進みますでこれでバッチリですね積み立て設定受付をいたしましたということで設定はこれでバッチリでございます以上ですねこの画面の下に下がっていただくとご覧のような画面が出てきます一ヶ月あたりの積み立て金額の概算っていうんですかねこれが五万円で1年間積み立てをすると六十万円と、まあ、今回のこのキャンペーンの期間というのはまあ6ヶ月間なので、まあ、キャンペーンが終わったらやめ かどうかっていうのは現時点ではちょっとわかんないんですけどもおそらく続けるようになるのかもしれませんで一応ですねこの画面から下に下がっていただくとバッチリですね SBI V S&P500 インデックスファンドというまあ、ちょっと読み方これで合ってるのかわかんないんですけどもバッチリとね積み立ての設定ができております で、今回のこのクレカ積み立ての内容を簡単にまとめさせていただくと、期間が2020年の6月30日、本日から12月10日金曜日までとなっております。まあ、約半年ですね。還元率なんですけども、先ほどお伝えしたように、僕が持ってる三井住友ナンバーレスとか、まあ、通常の三井住友カードとかであれば、1.5%還元なんですけども、もしね、三井住友プレアチナプリファードとか、三井住友ゴールドとか持ってる方であれば、まあ2、2%もしくは3%の還元を受けることができますので、ま、ぜひね、そういったカードを持ってる方は事前にチェックした上で参加してみてください。 で、条件は、まあ、今回の僕の動画を見ていただいている方であれば、もうほとんど理解していただいたかなと思うんですけども、まずは SBI 証券の口座を解説、プラス期間内に対象カードを登録すると。まあ、対象カードっていうのは先ほどお伝えしたカードですね。で、そこから SBI 証券の投資信託を対象カードで積み立てを行う。これが条件となります。まあ、やり方もめちゃくちゃシンプルで簡単ですね。なので、ちょっとここには入れてないんですけども、対象の三井住友カードを持ってる、かつ SBI 証券の口座を持ってるっていうのが大前提となります。で、上限なんですけども、月に5万円までということで、 ございますんでまあ僕が持っている三井住友ナンバーレスの場合に関しては1.5%還元それのかけるまあ6ヶ月間になるので最大4500円相当のポイントまでもらうことができるということになります一応ですねちょっと補足なんですけどもこれキャンペーンページに出てたんですがなんとですね貯めた V ポイントで購入できる V ポイント投資ってのがですね実はちょっと情報が出ててびっくりしたんですよね1ポイント1円として投資新宅を変えるっていうねもう結構いろんな証券口座とかちょっと似てきてはいますよねですけどもちょっとね下を見ていただいたら 分かるように2022年春夏スタート予定ということでございますんでなんと来年っていうねちょっとこれは少し楽しみなものとなってますねまあ、ちょっとここら辺もまたキャンペーンとか期待したいところではありますでもしですね今回の内容を踏まえた上でちょっとクレカ積み立て興味あるなとか三井住友ナンバーレスとか三井住友カードを使ってみたいなという方がいらっしゃいましたらこちらの動画ではお得な口座開設方法をお伝えしてますんでぜひ概要欄のリンク見ていただければと思いますであとですね僕がこれまで三井住友カードナンバーレスを使った結果とかまあそういったね 感想とかもまとめた動画もリンク貼ってますんでそちらもぜひチェックした上で参加していただければなと思いますまあそんなこんなで今回は三井住友カードそして SBI 証券のクレカ積立について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました ま、今回ね、実際に SBI 証券の講座解説をして、ま、実際にちょっとクレカ積み立ての設定とかやってはみたんですけども、ま、めちゃくちゃ簡単でしたね。まあ、あとはね、これさえすれば、クレカも設定してるので、ま、講座から普通に引き落とされて、ま、積み立てができるっていう感じなんで、あとはね、この半年間、じわじわとどうなっていくるのかっていうのも、ちょっと楽しんでいこうかなというふうに思っております。まあ、途中経過とかね、半年間積み立ててたまったポイント、まあ、 満額貯まままるるとと思思ううんですすけどどもも、まあ、実際にににれれららいいプラスにななのかか、まあ、需要があればね、まあ、そちてて動画しこっ一応ですね、この内容に関したら、一応投資にはなるので、もし行う際はですね、自己責任でお願いします。で、今回お伝えさせていただいた、こちらのキャンペーンのリンクも概要欄貼ってますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。